ウランバートルは、モンゴル国の首都であり、最大の都市、同国中部、ト東ラ川沿岸の標高約1300メートルの場所に位置する。人口は147万7174人で、同国の人口のおよそ半数近くが集まる極端な一極集中となっている。名実ともに、モンゴルの政治、経済の中心地で、中国からロシアに至る。 国際鉄道の主要な中継地。主産業は、鉱物、食肉加工、製粉、生乳。救命は、ウルガ、またはフレー。ウランバートルの位置する東羅川流域は、古くからモンゴル高原を支配する遊牧民の政権が置かれた地域の一つである。この地域は16世紀に、現在のモンゴル国の大多数を占めるモンゴルのハルハ諸部が支配するようになり、 17世紀に、春ハの人々が尊敬するチベット仏教の活物、ジェブツンダンパホトクトの支配地になった。代々のジェブツンダンパホトクトは当初ゲルの寺院に住み、弟子や領民と一緒に、季節移動を行う遊牧生活を送っており、ホトクトのゲルが置かれている場所は、イフフレイと呼ばれる移動する町になった。後には、ホトクトは、移動生活をやめて、 現在のウランバートルの場所に寺院を設け、定住するようになったので、周辺に弟子の寺院や巡礼者が集まって、門前町が形成され、外、モンゴルで、ほとんど唯一の都市に発展した。モンゴル高原を支配する成長はレえを感じに、移してこの町を、クーロンと呼び、クーロン弁寺大臣を置いて、外モンゴルのハルファ諸部を統制する、鉄先機関とした。19世紀には、 クーロンこと大臣の周囲に、官民族の商人も住みつき、また、ロシア人も訪れるようになって、外モンゴルの政治、経済、交通の中心地となる。1913年当時の街並み1911年に、新で、新外革命が起こると外モンゴルのハルハシ諸部は、ジェボツンダンパー発生を皇帝に担ぎ上げて、独立を宣言し、その所在地であるフレイが首都となった。 ボグドハーン政権は1915年のキャフタ協定によって中華民国の総主権を認めつつ広範な自治を認めさせた。しかし、後ろ盾となっていたロシア帝国が革命で崩壊すると中華民国の圧力が強まり、1919年に自治の撤廃へと追い込まれた。ロシアの反革命勢力であるウンゲルンの軍が1921年2月に フレーを占領、その影響下で、ボグド・ハーン政権は復興することになった。一方、同年に、モンゴル人民党は、臨時政府を樹立し、ソビエト赤軍や極東共和国軍と共に、フレーを攻略し、ボグド・ハーン政権を傀儡化させた。このモンゴル人民党政権を、ソビエトロシアは、主権国家とみなし、11月に、両国間で友好条約を結んだ。 1924年にモンゴル人民共和国が成立した後、都市名はフレーからモンゴル語で赤い英雄を意味するウランバートルに改められ、現在に至っている。ウランバートルの衛星写真北東方向から撮影したもの。南北4キロメートル、東西2 0トルにわたり、東浦川に沿って細長く伸びる市街の様子がわかる。写真中央上には、 ウランバートル空港も見える人口だけ見ると100万、都市ではあるが、土地や道路が広いため、人口密度はさほど高くない。行政的には、首都特別区と呼ばれ、県と同等の地位を与えられている。特別区はさらに、奈良井博、馬賀能力、馬賀繁曖区という3つの郊外区を含む9つの区に分けられている。郊外区は、行政的には、都心取り区続きではあるが、 そこへ行くためには何もない草原地帯を通過するため、実質的には飛び地のようなイメージである。気候は典型的な大陸性であり、欠片の気候区分でいう乾燥帯のステップ気候である。標高が高いこともあって、年平均気温は摂氏0.14度と非常に低く、1月の平均気温は低く、摂氏21.7度と世界の首都の中では最も、 低いため世界一寒い首都と言われるが、レイキャビーク島と比べると夏の平均気温は高く西欧波である。このように年角差の大きい気候である。年間降水量はわずか二百八十一点七ミリメートルで、ほとんどが夏季に集中する。近年は冷え込みが緩くなっており、九百六十年代の冬の最低気温摂氏四十度摂氏四十五度が現在では、 低、摂氏35度摂氏40度前後である。1月平均気温も、休平年値の低、摂氏22.2度より摂氏0.5度上がっている。夏は、ナーダム前後をピークに極めて暑く、7月の平均気温は、摂氏18.5度、場合によっては40度近くまで上がることもある。この時期は異常とも言える乾燥とも、相まって熱中症、脱水症状、 心筋梗塞腎臓結石等の被害が多発する。特に事情に疎いが愛国人が発症しやすい。市民は市内を流れる川で泳いだりして短い夏を満喫するが、早い年では8月下旬に早くも初雪を観測し、朝晩は息が白くなる。8月でも稀に摂氏冷度を下回ることがある。ソ連の風習を真似て市民は 夏でも冬でも一日一回は戸外に出て散歩をする。最高気温局地は摂氏39.1度。最低気温局地は低摂氏49度。ウランバートルは現在9区で構成される。市役所本庁の所在地はスフバートル区。各区と主要な施設、観光地は以下の通り。メディアを再生するウランバートルの風景都市計画は政府。 党関係の公共機関とソビエト式アパート、広い道路などが計画的に配置された完全なソ連式である。中心部の道路は上空から見ると差し込む太陽の光とゲルをデザインしたユニークな構成となっている。ソ連式都市計画の特徴として、いわゆる繁華街が存在しない構造になっている。市場経済移行後は土地の占有権が解禁されたこともあり、 建物の1階部分を改造しての商業化が行われている。建築は機能的なソビエトスタイルとパステルカラーのロシア古典様式が中心だが、中蘇対立以前に建てられた現代中国様式やソビエトスタイルにモンゴル独自の衣装を組み合わせた得意なデザインのものも見られる。首都建設の初期にはスターリンとの密約によって、 シベリアから移送された日本人強制連行者が活躍した。強制連行された日本人により建てられた多くの建築は現在でも現役で使用されている。地震がほとんどないため、広報はレンガを積んだりパネルを組み合わせたりするだけで鉄筋が入っていないケースが多い。かつては自動車も ほとんど走っておらず整然とした美しい街並みであったが、市場経済過後は違法建築や看板の乱立、自動車の増加によってその面影はない。最近では、中華人民共和国、内蒙古事地区出身のモンゴル系中国人や朝鮮人が商店や食堂を経営するケースが多く、場所によっては漢字やハングルばかりの街並みも珍しくない。 香港系のシャングリラホテルが2015年6月に営業を始めた。なお、ロシアや韓国、日本の企業により、新興ビジネスマンや外国人、海外で稼ぎでの成功者などを対象とした高級マンションが建設され、不動産投資ブームが起こっている。日系では、駿河コーポレーションが日本式マンション主体の高級コンパウンド、フォーシーズンズガーデンズを建設中である。 同時期の郊外では、やはり富裕層向けの戸建ての個人住宅のほかに、元牧民が住みつきスプロール化したゲル地区が広がっている。当局の許可は得たり得なかったりだが、遊牧用住居のゲルを据え付けて着、やがて木造建築、最終的にはレンガ造りの建物に建て替えていく。暖房手段は石炭ストーブで、特に断熱効率が低い木造建築で、大量の石炭を消費し、 それが、大気汚染の原因となっている。都市インフラが後追いになり、下水とゴミ処理にまつわる、衛生上の問題が発生している。モンゴル政府は、ゲル地域の土地を購入し、そこでより小さい面積に高い建物を建て、市内の大気汚染を減らそうという計画が始まっている。ウランバートル中心部かつては、電力も水道も供給が不安定で、停電や断水が頻繁に起きていた。 しかし、近年現在では、日本からの ODA の成果もあり、ライフラインはかなり安定している。水道水は、日本政府の支援で、塩素処理が行われている。社会主義政権崩壊後の経済混乱による、家庭崩壊は深刻なものがあり、昼間からの酔っ払い、清掃労働、及び物乞いに従事する、ストリートチルドレンも多い。そのため、すりやひったくり、 ノックアウト強盗等が市を追うごとに増えており、人混みや日没後の外出は危険とされる。都市の人口は主に2つのグループに分割される。人口の大半はゲル地区と呼ばれるギルに住んでいるが、残りは市の中心部にあるマンションに住んでいる。ゲル地区の一部はスラム化している。ゲル地区の住民の多くは調理や暖房用に石炭ストーブを使用しており、 深刻さを増す大気汚染の原因の一つとなっている。ユニセフの調査によれば、2016年、北京やニューデリーを上回る、世界一大気汚染の深刻な都市となっている。レストラン等が入るウランバートル、駅舎市内中心部から南西1 0トルの場所に1957年に、開港したボヤン島オハー国際空港があり、北京やモスクワなどへ、 国際定期便が運行されている。チンギスハーン国際空港が2020年の開港を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の流行により延期となっている。市内には、ウランバートル鉄道の中核駅である、ウランバートル駅が存在する。2014年より、ウランバートル駅を中心に、市内の東西間でレールバスが運行されている。 地下鉄の計画があるが、時間と費用がかかることもあり、ライトレールへの変更も検討されている。国際列車ウランバートル駅は、シベリア鉄道から分岐し、中国鉄路の0 0線へ接続する、モンゴル中間鉄道の沿線駅で、ロシアや中国に繋がっているため、学生や旅行者などを中心に、国際列車の利用者も少なくない。ただし、 モンゴル中国間の国境を乗車したまま直接越える場合、バスや乗り合いジープでの越境と比較して運賃が10倍前後か、それ以上となり、非常に高くなる。また、台車入れ替えなどの作業や、時間調整などがあったり、国境近くなど、特定の駅での停車時間が非常に長い便もある。バスに乗るのは、学生と、 老人だけとさえ言われていたが、日本国の政府開発援助で供与されたバス99台の支援を受けたことがある。2012年からウランバートルの道路のルールを変更して、バスは一番目の列で走ることで運行が早くなった。また、2015年からバスの電子マネーのスマートカードを利用し始めた。 以前問題となっていた飛び出し等歩行者の交通の悪いマナーはだんだん良くなっている。ウランバートルのタクシーは初乗りは1000モンゴルトゥグルグで1キロメートルごとに800から1000トゥグルグである。しかしタクシーの運賃は燃料費と為替の変動で変更される。タクシー業者以外のいわゆる白タクがある。市民の足は社会主義時代は路線バスとトロリーバスであったが 市場経済化以降は、社内の治安悪化や渋滞の激化により、タクシーやミクロと呼ばれる9人乗りのワゴン車などが中心となっている。また、多くの世帯は自家用車を所持し、ちょっとした距離でも自動車で移動する習慣があるため、市内の渋滞は極めて深刻である。ウランバートルの友情とし、ありがとうございます。